ロイドライトフランクロイドライトフランクロイドライトの息子。本校で解説フランクロイドライトジュニアは一般にロイドライトとして知られ、主にロサンゼルスと南カリフォルニアで活動したアメリカ人建築家。彼はロサンゼルスの様々なプロジェクトをこなしたランドスケープアーキテクトであり、代表作にはハリウッドボールシェルター、カリフォルニア州のランチョパロスベルデススウェーデンボリ、 記念チャペルなどがある。名前は自身のさらに有名な父親、フランク・ロイド・ライトとしばしば混同される。1890年3月31日に、ロイド・ライト・ジュニアは有名な建築家ライト・シニア、そしてライト・シニアの最初の妻、キャサリン・ィー・キキト・ビン・ライトの間に、イリノイ州、オーク・パークで生まれた息子だった。彼は夫婦の長男で、ウィスコンシン州。 スプリンググリーンの父親の家やスタジオで過ごした。父が1909年にイタリアに引っ越した後ヨーロッパ旅行する前には農業と工学についての2年間のコースワークをウィスコンシン大学マディソン校で短期間長考出席している。1911年、ライトはマサチューセッツ州ボストンにあったランドスケープコンサルタントオルムステッド事務所に入社。 そこで、植物学と園芸を専門としていた。その後、1915年のパナマ・カリフォルニア、博覧会のランドスケープデザインの担当として、建築家のバートラム・グッドヒュー、カルトン・ウィンスロー、及びアービング・ジルの支援のため、カリフォルニア州サンディエゴに派遣される。この時、博覧会で手がけた主要な建物や庭園はまだ、バルボア公園に残っている。 ランドスケープデザインの経験は彼をロサンゼルスの建築家ウィリアム・ジェイ・ドットやサンディエゴのアービング・ジルと共同するきっかけとなる。1910年代半ばにライトはオルムステッド事務所の同僚であるポール・ティエンとランドスケープパートナーシップを結び、その後1916年に開業。1919年彼の父は日本の帝国ホテル設計に従事、このため ルドルフ・シンドラーの建設監督するホリホックハウスの仕事を建築家としての責任の一部を委任。日本の帝国ホテルに従事している同時期にそのうち石油資産家の相続人であり、事前家であるアライン・バーンズドール・アリーネ・バーンズダルの家の依頼も受けていたのである。ライトは1920年に独立してキャリアを開始。1922年、彼は パラマウント映画のプロダクションデザイナーとして、ダグラス・フェアバンクス版のロビンフットの大規模な城と12世紀の村のセットを担当。1922年12月には、ライトは父による、ロサンゼルス地域で有名な多くのかけるからだが、コンクリートブロックの繰り返しパターンが連なる、テキスタイルブロックの家であるハリウッドのヘンリー・ボールマンハウスの建築計画を作成し、 1923年から1926年まで、若いライトはこれらの4つの家の実現、そしてテキスタイルブロックシステムの特許を取得し、建設技術へと進化させるという野心的な試みに引き込まれる。最初のものは、ロイドが敷地をデザインしたカリフォルニア州パサデナで1923年に手掛けたミラード邸で、1926年に隣接する。 スタジオビルに寄贈。ロイドライトは次の算定のため建設マネージャーを務めるストロアハウス、サミュエル・フリーマンハウス、そしてエニスハウス。ロイドライトは仕事で各式知識地往復に追われ、電信で父親と連絡を取り合うなどタリア船からの建設的な支援はほとんど受けていないため、すべて状況が困難な仕事と化していた。 1920年代半ばから後半にかけて、ライトは、ロサンゼルスのハリウッド地区とロスフェリス地区に、いくつもの家を設計し、竣工させていた。ロイド・ライトの最初の住居作タグ・ガート・ハウスは、彼の2番目の妻、ヘレン・タグ・ガルトの母親のために建てられ、場所は、グリフィス・パークの街の隣に位置する。ロサンゼルス歴史文化記念碑に登録されている。 もう一つの重要なプロジェクトは映画スターであるラモンのバロのマネージャーのための丘の中原に位置する家、それからのバロ自身が住居を取得した時の改修と拡張である。ドラマティックで演劇的なマヤ風のジョン・ソーデンハウスは彼の手がけたもので最も象徴的な建造物となり、通常は彼の最高傑作とみなされています。彼はまた1920年代に ウェストハリウッドで1階のスタジオと2階の住居でコンクリートブロックを使って自分の家を設計して建てている。ランチョパロスベルです。1951年に海岸の道の礼拝堂チャペル彼はまたハリウッドボールで2台と3台のバンドシェルをデザインした。アライドアーキテクツグループによって設計されたオリジナルである1926年製シェルは視覚的にも 音響的にも受け入れられないと考えられていたのである。ライトの1927年の砲弾はピラミッド型で南西アメリカのインディアン建築を思わせるデザインでした。チャールズ・ムーアによるとそれはロビンフット製作の残り物から作られたという。その音響学は一般的にボールの歴史の中で最も優れたシェルとみなされていた。しかしその外観はあまりにも 前衛的、あるいは単に醜いものと考えられており、シーズンの終わりには取り壊された。彼の1928年作品、木の貝殻は、現在おなじみの同心炎上のモチーフを持ち、120度の円弧を覆い、そして容易に分解されるように設計されている。残念なことにそれは水害によって放置、台無しにされ、2003年終わりまで経っていたが、 1929アライドアーキテクツシェルと同じ道を進んでいった。1927年に、ライトは2つのユニットでできた自分のための住居を建てた。2413平方フィートのリビングスペースには、リビングルーム、暖炉、木製の床のある2階の住居を備える。ジョシュアツリーの地に様式化されたデザインで連動する、ブロックが窓をいくつかオーバーレイするが、 芸術家としてのピークに達していたので、大京工事ライトの会社は失速。多くの建築家にとっては、トータルデザインではなく、リモデリングが1930年代の仕事の主流になる。彼の戦後のデザインはより表現的になり、以前のモダニスト建築にあった感が弱まっていた。米国のロイドライト建築の最も大きいコレクションは、ジョシュアツリーの街の隣に広大に広がる。 モハーベ砂漠サイトに置かれたメンタルフィズイックスの研究所の建物がジョシュアツリー国立公園の東フェーズに築かれている。彼の最もよく知られているプロジェクトであるウェイフェアズチャッペルはガラスの境界として知られ、屋内と屋外の構造はガラスでほぼ完全に作られている。スウェーデンボリジャンを見下ろす太平洋上パロスベルゲス半島9 5 1年に建てられたが、 敷地計画と植栽デザインは造園家としての彼の才能と経験を表している。彼は植えられたレッドウッズが包容する小立を作り出した。ウェイハラーの礼拝堂は国家歴史登録財に記載されている。チャペルを囲む木々が成長すると、それらは骨組みとなり、必然的にそれに隣接する成長している木々から生じる木の形と枝の一部になります。 自然の成長、空、そして向こうの海が彼らの環境の定義になるように、私はガラスを使いました。これは、回収に、法子の保護を提供すると同時に、内部空間と同様に外部の感覚を生み出すためで、ある。彼の最後のプロジェクトの中には、ランチョパロスベルデスで、屋根のヒレを投影するために青いグラスファイバーを使用した。 バード・オブ・パラダイス・ハウスとして知られる1963年のジョン・ P ・ボーラー・ハウス、そしてハンティントン・ビーチで1970年、ショッピングセンターのマスター・プラント建築設計や、ロング・ビーチ南のワーナー・ストリートとスプリングデール・ストリートがある。1922年、ライトは女優兼アーティストのエレイン・ハイマンと結婚したが、1925年に離婚した。翌年、 ライトは依頼人の娘であるヘレン・タガートと結婚した。1929年、ロイド・ライトとヘレンは、後の建築家のエリック・ロイド・ライトの両親になる。ロイド・ライトは1978年に、カリフォルニア州サンタモニカで亡くなる。ロイド・ライトと彼の作品についての包括的な、モノグラフ、ロイド・ライト、フランク・ロイド・ライト・ジュニアの建築は、彼のプロジェクトの広範な記録と現代の、 写真ドキュメンテーション送電ハウスのヴィンテージ画像ありがとうございます